ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、お金は労働の対価ではないという話をしていきます。このお金をですね、稼ぐという手段を考えたときに、真っ先に思いつくのはこの労働だと思うんですね。僕も今でこそこういう、ビジネスをやってますけども、もともとは普通の会社員として働いていて、お金を稼ぐ手段というのはですね、もう労働するしかないと思っていたわけですね。で、人生にいろいろあって、仕事何個も掛け持ちして一生懸命働いたんですけど、全然ですね、収入が増えていかない、あるいは貯金が増えていかないとかね、そういうような状況に陥って初めてですね、労働収入の限界というものに気づいたんですけど、労働イコールお金というですね、お金イコール労働の対価ですね、というマインドセットを持ってると、いろいろですね、生きていく上でとかビジネスをする上で弊害があるので、今日はですね、そういうお話をしていきたいと思うんですけども、そもそも僕たちはですね、お金というものを買ってるんですね。お金を買ってます。これは以前にどっかのエピソードでお話したことがあるかもしれないんですけども、普通に考えたらですね、例えば会社に行って、例えば9時5時で働いて給料もらうじゃないですか。だからお金って、労働することによってもらってるっていうふうに思いがちなんですけど、実際はそうじゃなくて、自分と会社というですね、そういう、なんていうんですか、間柄があって、そこに労働契約みたいなものがあって、自分は自分の時間と、体ですね、労力を差し出す代わりに会社はその対価としてお金を払ってくるわけです。要するに自分の時間と、労力、肉体ですよね、とお金を交換してるわけですよ。だからお金を買ってるんですね。お金をお金で買うんじゃなくて、お金を時間とか肉体で買ってるわけです。だから働かなくてもお金を稼いでる人っているじゃないですか。例えば投資家とかだったら、お金でお金を買ってるわけですよね。みたいな感じで、どうやってお金を得るのかっていうのも、いろんな方法があるんですけども、これが実は労働だけではないってことですね。特に僕もそうだったんですけど、サラリーマンの時っていうのはもうそういう発想しかないわけですよね。お金稼ごうと思ったら、もう他に何か、じゃあ例えばプラスアルファでバイトしないといけないとか、そういうイメージを持ってしまいがちなんですけど、実はそうじゃない、いろんな方法があるわけです。で、このお金イコール労働の対価って考えるの何が問題かっていうとですね、特にサラリーマンの副業とか、あれは起業したて、起業したての人はちょっと違うかもしれないですけど、サラリーマンの副業とかでよくあるんですけど、例えばブログを書いて、一生懸命3ヶ月間毎日ブログ書いて、でも全然稼げないみたいな、こんなに頑張ってんのに、なんでね、割に合わないっていうふうに言うじゃないですか。でも割に合わないっていうのは、まさにこのね、お金イコール労働の対価っていう発想があるからですよ。こんだけ働いたんだからこんだけくださいみたいな思考になってるから、そういうふうに思うわけですね。でも実際はお金っていうのは労働の対価ではないですよね。じゃあ何によって僕たちはお金を得ているかっていうと、価値を生み出したからお金をもらってるわけですよ。だからそれが仮に労働であったとしても、価値を生んでなければお金って入ってこないですよね。だもしブログを書いて、1日例えば 10時間毎日ブログを書いて1円も稼げないんだったら、それは1円の価値も生み出してないってことですよ、要するに。だからここはしっかりと理解しておかないと、働いた、こんだけ働いたからこんだけもらえるっていうものではなくて、どれだけ価値を生み出したかってことです。逆にその、じゃあどうやったらこの価値をね、大きくしていけるんだろうっていう思考で考えると、収入ってどんどん増えていくんですね。お金イコール労働みたいな風に考えていると、労働って限界があるじゃないですか。どんな人でも1日24時間しかないし、毎日ね、例えばもう20時間ぐらいじゃないですか、働きをとしても。だから働きの時間って限界があるから、お金イコール労働ってやっちゃうと、収入のね、アッパーがもう決まってしまうわけですよ。でもお金イコール価値っていうふうに考えると、じゃあその価値ってね、いくらでもやり方次第で大きくしていくことができるわけですよ。っていうふうに考えると、収入のね、上限が外れて、いくらでもですね、収入を増やしていくことができるということです。
なのでこのお金イコール労働の対価みたいな、ね、思考を持ってると、そういう何かビジネスをやった時、まあ多くの場合は副業なんですけど、やった時にすぐに諦めてしまう、こんなに頑張ったのにみたいな。まあ過去に労働者マインドと経営者マインドって話をしましたけど、そのまあ労働者マインドですね、時給志向みたいな感じで、何時間働いたからこんだけ欲しいみたいな風になってしまうわけです。ではなくて、何時間働いたかよりもどれだけの価値を生み出したのかっていうことを意識するのがすごく大事だということです。だから極論言うとですね、労働しなくても価値さえ生み出してればお金ってもらえるんですよ。例えば、ね、自分のなんかすごく好きな趣味があって、それを YouTube 動画に上げたとして、たくさんの人が見てくれて、何もしなくても広告収入が入ってくるとなった場合に、これって果たして労働なのかってことですよ。確かに作業とかはしてるかもしれないけども、おそらくやってる本人は労働だって考えてないんですよ、それって。ただ好きなことをやってるだけで、結果としてお金がたくさん入ってきてるだけっていうことなんですよね。だから労働しなくてもお金って入ってくるんですよ。でその人は自分の趣味を動画に上げることによって、まあ、同じような趣味を持った人たちを例えば喜ばせてるとかね、楽しませてるっていうところで価値を生み出してるわけですね。だからこそたくさんお金が入ってくるということです。でこの時にですね、考えないといけないのが、この自分がどれだけの人にどれだけの大きな価値を与えたのかということです。例えばこう芸能人とかってすごくギャラが高いっていうじゃないですか、何千万とか何億とかねもらってるっていうんですけど、それはやっぱり彼らじゃないと替えが効かないっていうのももちろんあります。そういう希少性もあるって、他の人ではできない仕事だから価値が高いってのもあるんですね。例えば単純作業の仕事とかって、別に自分が仮にいなくなっても別の人がね代わりにやることができるから替えが効くわけですよ。そうするとあんまり価値が高くなかったりするわけだし、自分一人が何人の人に影響を及ぼせるのかってことを考えると、やっぱりメディアとかに出てる芸能人とかね、そういう人たちっていうのは例えば何百万人とかね、そういう人たちにこう喜びとかね楽しさとかを与えるわけなんで、一人に対して何百万人とかっていうね、一体何百万だから収入が大きくなるわけです。でも逆に僕たちが仮にじゃあ例えばコンビニのバイトをしててレジ打ちをしていたら、自分一人が価値を与えれる相手って少ないと思うんですね。だからそれが収入に反映されて、あまり収入が高くないっていうふうになるわけです。まあ単純に人数だけじゃなくて、あとどれだけ大きな価値を与えたのかっていうのもまあ重要になってくるんですけど、まあ、人数をね、こう増やすっていうのはある程度こうインフルエンサーとか有名人とかじゃないと、その人数を増やすのは難しいと思うんで、じゃあ一人に対してどれだけ大きな価値を与えれるのかってことを考えるのはすごく大事です。大きな価値を生み出してどういうことかっていうと、まあ、その人の人生とか現実が変わるような体験を与えてあげるってことですね。何かに悩んでる人がいて、その悩んでる問題を解決してあげることができたら、その人の人生って劇的に変わりますよね。ってなると、一人の人の人生を変えたわけだから、ものすごく大きな価値があるわけですよ。だからそれに比例して収入も大きくなるということですね。まあコーチとかコンサルとか、あるいはセラピストとかね、アドバイザー系の人たちの、まあその収入とかね、単価が高いのは、やっぱりその相手に与える影響力が大きいからですよ。相手の人生に与えるインパクトが大きいから単価が高いんですね。だからこれからはそういうビジネスをやっていくのがいいですし、コンテンツビジネスもそのうちの一つなんですね。コンテンツっていう形を通して誰かの人生を良くしていくっていうものなので、ね、もしかしたらそのコンテンツを、まあ、例えば買うなりね、何か試すなりして人生がすごく良くなったんだったら、それってすごく大きな価値じゃないですか。でその人から直接お金をもらうことがなかったとしても、巡り巡って違うところからお金が入ってくるようになるんですね。なので、まあ、お金イコール労働ではない、いかに価値を与えるのか、これを意識してビジネスをやっていくと収入が大きく、まあ、増えるようになるので、ぜひですね、このマインドセットを持ってビジネスをやってみてください。